皆さんこんばんは。ということで今日はですね、小野寺勝のどうしても言わせろということで、これを言いたいという話が出てきました。それは何かというと、まずこのツイートをご覧いただきたいと思います。昨日なんですけれども、枝や山菜、果実の採取、アイヌ文化の継承のために北海道千歳市とアイヌ民族の林野共有ということで、報道がありました。これに関して僕がツイートをしたのはですね、一般国民は厳しく制限されているが、アイヌ新法によりアイヌだけは国有林で様々な資源を採取できるようになった。まさに特別な権利を付与された上級国民様である、というですね、ちょっと怒りのツイートをしました。これどういうことかというと、国有林っていうのは厳密にですね、管理をされていて保護をされています。我々が入っていって木を切ったりですね、そこにあるものを取ってこようもんなら大騒ぎになるんですが、なぜかアイヌの方たちだけはそこの枝や果実や、そういうものを取ってきてもいいというような、そういう契約を千歳市が結んだということで、これ千歳市はですね、実は2番目だということで、他の自治体はもうですね、契約をしていて、さらにビラトリですとか札幌ですとか他の自治体もどん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 これからその地域のアイヌとですね、契約をしていて、でそこのアイヌの方たちは国有林で、ある程度好き勝手ですね、そこにあるものを取ってこれると。これなんですけれども、鮭をですね、アイヌの方たちが取って、そして警察がやめろと言ってもやめないで、結局は書類送検もされない、逮捕もされないと。我々がやったら密漁なのに、それは絶対捕まるという、そういう立場とは全く違い、アイヌの人たちは捕まんない、これは特権だろう、おかしい、同じ日本人なのになんでこんな違う扱いをするんだ、憲法違反だろうという話なんですけれども、さらにですね、これが堂々と条例で決定をされて、この条例の根拠になっているのはアイヌ新法ですよあのアイヌ新法、アイヌは先住民族だからアイヌの文化を守ってアイヌの人たちに特別な権利を付与させ、というですね、とんでもないあの法律が制定をしてしまった。それによってこういうことが起こっているんですけれども、こんなバカなことがですね、許されていいと私はとても思えません。ただ実際にですね、例えばアイヌの人たちはとんでもないですね、一本の木からすごい大きいですね、くり抜いたようなイタオマチプという船を作っておりますが、よく最近ですね、いろいろな家に行ってすごいその柱、太い柱があったりですね、一枚物の板があって、もう今だったらこんな木は絶対取れないんですよと、こういう木が取れたのは昔で、今は本当にこんな床柱なんか無理なんですよみたいな話をよくいろいろな場所で聞くと思いますけれども、確かにですね、そういう木は入手は今不可能です。ただ実際には国有林の中にはですね、そういう木が樹齢何百年みたいな木がですね、たくさんあります。で、日本人はこれを取れないから国有林にそういう木があるんですが、実はアイヌの方たちが板尾町っぽを作りたいですとか、そういうお願いがあると、アイヌだけはですね、取ってですね、それを材料にして、そして板尾町プトウトを作ってたということなんです。で、これですね、板尾町プというものを作るということに対して何百万円もお金をもらえるんですけれども、じゃあその材料費どうなんだと。この材料費は国から普通日本人が持ってこれないようなとんでもない資源的にも大切な太い木で、それをアイヌに差し上げて、そしてそれを作ってるということはですね、日本国民は実は二重に損をしてると、そういう話になるんですけれども、これだけでも僕はですね、どうなんだと。国有林の木を勝手になんでアイヌだけが好き勝手使えるんだと思っていたのに、さらにここに来て、いいですよ、何でも資源も取っていいですよ、その果実も取っていいですよ、枝も取っていいですよ、枝ってどこまで枝なんだみたいな話になるとですね、これバンバン切るかもしれませんし、こういうですね、ことをなぜ許してしまったのか、これは先住民だからという話で許してしまったんですけれども、
これですね、さらにいろいろなことがどん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 加速をしていくような、そういう話になりかねませんし、実際に今同じ日本国内で同じ日本人なのに、アイヌ系日本人と和人系日本人とで、まあ、分裂をしてしまったと。これですね、多分将来的には逆差別というかですね、アイヌの奴ら何なんだというような話になると、本当にアイヌの人たちと我々というものの間にですね、大きな亀裂がどん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 生じてきてしまいますし、なぜアイヌの文化にだけお金がつぎ込まれるんだ、我々にだって文化はあるだろう、等々ですね、対立の構図になってしまう、そういうですね、危険性をはらんでいることが今どん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 行われていて、それで私は腹を立てて、このような上級国民というですね、ちょっと強い、まあ、皮肉の言葉で書いたんですけれども、こんなことを許していていいはずはありませんし、これが将来の日本にとってとんでもない、まあ、その大きな、まあ、爆弾になる可能性があると私は思っていてですね、今日このどうしても言わせろを言わせていただきました。まあ、アイヌに関しては今いろいろな問題があるということで、多くの方たちがその、まあ、疑問というかですね、問題点に気づき始めたというところですけれども、ただまだまだ、まあ、そのいろいろ私たちもですね、まあ、みんなに多くのことを伝えていかなければならないという役目がまだまだあるんだなということで、ちょっと気を引き締めてですね、まあ、ツイートをアイヌに関して最近は増やしているつもりですけれども、このような問題ですね、ぜひこれを見ている方たちはアイヌに対する差別じゃないと、アイヌに特別な権利を与えることによって我々の大好きな日本がおかしいことになってしまう、さらにアイヌの人たちの亀裂を生んだらそれは不幸だと、なのでしっかりしたことを施策としてやってもらうということを国や行政に求めていくことが大切なんだという視点で私もやってますので、ぜひですね、これはアイヌいじめじゃないと、アイヌの文化を破滅させようとしてるんじゃないと、逆にアイヌを守ってアイヌの文化を守りたいんだと、そういう意味で私は怒ってるということをぜひですね、皆さんに分かっていただいて、今日の小野寺勝のどうしても言わせろ、これで終わりたいと思います。